実は私の母が先週亡くなったんですけれども、50歳の誕生日の日に進行を持って、亡くなったのは94歳だったので、40年余り、本当に信仰一筋に歩んだ母でした。私の家族では私が最初に救われて、それから3年後に救われたんですけれども、日曜日の礼拝、祈り会とか家庭集会に毎週欠かさず行くようになりました。母がクリスチャンになって、私の父が非常に、それが不満だったんですね。突然のように父がですね、母に対してきつく当たるようになりました。小さなことに対して怒鳴り散らすっていう、そういう感じだったんですね。母がある日、私の部屋に駆け込んできました。私もびっくりして、どうしたらいいかわからなかったので、私はとりあえず聖書を読もう、そしてお祈りしようって言って、とにかく2人でその御言葉を読んでお祈りして、しばらくの時間を過ごしたんですけど、そしたら母が「もう心落ち着いたから大丈夫」と言って部屋から出て行ったんですね。母が救われてから5年後に、父もクリスチャンになって、夫婦は共にこの信仰を分かち合って、父が先に召されましたけれども、天国のことをはっきり確信を持って父も死ぬことができたんですね。パウロは「神の栄光に預かる望みを喜んでいます」という言葉を書いています。「預かる」というのは、受け取るということだと思います。キリストの栄光を受け取るっていうことがどういうことなのかというふうに思います。私たちはこの地上の生涯が終えて、そして神のもとに移され、その時に私たちのこの内側も外側も神様と全く同じ姿に変えられるというふうに私は信じています。今我々が神様から与えられている体というのは朽ちていく体、しかし私たちは天国に行ったら朽ちない体、栄光の体に変えられるというふうに約束されていますよね。私の母も最近は本当に痩せてしまって、体はガリガリだったんですね。天国で復活する時にどんな体で復活するんだろうかと考えるんですね。例えば花が満開の時のように、その人その人にとって、一番栄えている時というか、一番美しい時というか、そういう時の体を持って私たちは復活をすることが約束されているんではないかな。みんな一番元気な状態で天国では共にこの交わる時を持つことができるのではないかなというふうに思っています。私たちはこのイエス・キリストを信じる、その信仰によって神との平和という新しい関係の中に入れられました。そしてそれだけではなくて、私たちがこの地上の生涯を終えて神のもとに移されていく時に、キリストと同じ栄光の姿に変えられるっていう希望が与えられているわけです。クリスチャンであるっていうことがどんなに恵まれたものなのかっていうことを、それを握りしめてこのところを乗り越えていきたい、そのように思います。